里芋は東南アジア原産で、縄文時代に早くも中国を経て渡来しており、稲作が始まる前は日本の主食だったと推定されるほど栽培歴の古い作物です。三角法で畝に種芋を植える穴を開けていきます。株間を30センチから40センチメートル間隔で植えていきます。畝は隣との幅を90センチメートル以上開けます。三角法で掘った穴に種芋を入れていきます。4月下旬頃植え付けします。種芋は昨年の芋を保存しておいたものです。種芋に土をかぶせていきます。土をかぶせる厚さは7センチから8センチ程度とします。水やりは自然の雨で大丈夫です。乾燥している場合は水をしっかりやります。かなり成長してきました。草も茂ってきましたので周りの草を除草してやります。雑草は栄養分を取られてしまうのでこまめに除草してやります。肥料は雑草と米ぬかだけです。一石三鳥で除草した場所です。一石三鳥の除草動画は別動画を参照ください。根元の草を引いたら土寄せをします。里芋の成長に合わせて2回から3回土寄せします。株の周りに出てきた小芋の芽や葉は倒して株にくるめるように土で埋めてしまいます。夏場の雨が降らない時は乾燥しないように水をやります。乾燥してくると葉が茶色になってきます。水に液肥を加えてやると成長を促進します。液肥は米ぬか1に対して水を5倍とヨーグルトを食べた残りで容器についたカスを水で溶いて入れたもので2ヶ月程度保存発酵させたものです。米ぬかだけだと匂いがきつくなりますのでヨーグルトの容器についた食べカスを水に溶いて入れています。株元に液肥を少し入れた水をやります。里芋の葉は水をはじく特徴があり、きれいな水玉になります。家庭にあるレインコートや防水スプレーと同じように葉の表面は水をはじきます。里芋の葉の表面はワックスのようなもので覆われており、さらに表面に凹凸があり、この凹凸の間に空気が入り込んで水と葉の表面を触れにくくして水をはじいています。凹凸の大きさは約10マイクロメートルだそうです。水をはじく効果をロータス効果とも呼ばれています。ハスの葉と同じ構造になっています。今年は珍しく里芋の花が咲きました。80年以上栽培されている里芋農家でも咲いたのは1回程度だそうです。里芋は東南アジアが原産とされる熱帯の植物で、
今年の連日の猛暑が影響しているのではないでしょうか。国内で花を咲かせるのは珍しいとされています。里芋の花言葉は繁栄、愛のきらめき、無垢の喜び。花は綺麗な淡い黄色の花です。カラーや水芭蕉、アンスリウムの花に似ています。11月頃に茎や葉が黄色くなって倒れてきたら収穫です。